ケイト・ナタリー・キャンベルは、マラウイ共和国ブランタイア出身のオーストラリア人、女子競泳選手。北京、ロンドン・ディオデジャネイロ、東京オリンピックで4大会連続メダルを獲得している。ケイトと同じくオリンピック金メダリストのブロンテ・キャンベルは妹。16歳でオリンピック初出場を果たす。50メートル自由形、400メートル、フリーリレーで銅メダルを獲得。 1 0 0ル自由型は10位に終わった。5 0ル自由型は準決勝敗退。1 0 0ル自由型は危険。4 0 0ルフリーリレーでは第2泳者を務め金メダルを獲得した。5 0ル自由型では0.04秒差でメダルをのがすごいとなった。1 0 0ル自由型では6位に終わった。4 0 0ルフリーリレーで世界新記録を樹立し、 二大会連続となる金メダルを獲得した。400メートルメドレーリレーでは、アンカーとして銀メダルを獲得した。リオオリンピックの後休養を取っていたが、復帰。パンパシフィック選手権では50メートル自由型、100メートル、自由型、400メートル、フリーリレー400メートルメドレーリレー400メートル男女混合メドレーリレーの5冠を達成し、復活を遂げた。 50メートル自由型では銅メダルを獲得し、400メートルフリーリレーと400メートルメドレーリレーでは2巻を達成した。400メートルフリーリレーでは3大会連続の金メダル獲得となった。ありがとうございます。